の立橘夏実ですマリカちゃんと来たよありがとうそう今日言ったからねみんなにお願いしますって言って来てくれた川さん夏実川さんやっほーたくやあれ今日はなっちゃんの日本当はねリアちゃんの日だったんだけどリアちゃん体調がちょっとよろしくないので夏実になりましたよあいけるいけるちょっとちょっと危ないね <laughs> ちょっと酔ったらごめんなさい 安井ゆうきさんこんばんはイルダーナフさんこんばんはこないだ来てくれたよねイルダーナフさんよかったんかわいいでしょちょっと撮るの忘れてたそのまま来ちゃったイルダーナフさんなっちゃんですかカシロックハートありがとうちょっと事務所です世田炭治郎結婚してありがとういろちゃんヤッホーなっちゃんヤホーいロちゃんそうそれですダイダーみたいななんかちょっと待ってね 危危ない危ないいよしこれでいいんじゃないですかちょっとリアちゃんが体調悪いみたいなので代わりに来ました月曜日できてないし私あのバレンタインでなのでやりました今日は泣いたひなのさんえでもひなのさん元気ですよそうリアの代打よっちさんこんばんは2度目だ タクヤハートありがとう。アマゾン、小林に代わりまして、代打立花です。立花さんです、長野さん。川さん、お腹空すいたね。私も、あ、タクヤ、オレンジペンライトありがとう。でも、ちょっと見てほしい。ちょっと見てほしい。見てください。スタッフ、あ、某、某 SJ さんが買ってくれました。た <laughs> カシロック。 ね、ソロ配信久々ですあのバレンタインで月曜日潰れちゃったカラコンでもいつもと一緒だよこれでも今日化粧が薄いの <laughs> あ貧乏草さんこんばんは川さん真ん中のやつちょっとこれダメですねこれスタッフさんにあげる予定なんでちょっとお水飲んでいいですかそうそれドクリスピークリームドーナツです私大好きなの なんかドーナツはあんまり好きじゃないんですけれどもここのドーナツなら食べれるんですよなんでですかねわ笑ああドーナツに毛が生えてるのかと思ったで待って死ぬかも毛が生えてるドーナツたくやクッキーありがとういっぱいありがとうアノンさん頑張ってください頑張りますいろちゃん一緒かまだまだだなまだまだだないろちゃん 炭治郎なんか君セレの他のメンバーにも認知され始めてるんですけど私が話してるからです「瀬名炭治郎」って人がいますなんか S J さん <laughs> SJ さんが喋ってます SJ さんが喋ってますよなんか私がみんなの前で瀬名炭治郎の話をよくしてるのでみんなにも認知されてる理由はそれかと思います「Amazon オレンジペンライトありがとう」。 さんドーナツ苦手なな小小学学生生じゃないけど小学生とかいるのわかんないけど私はドーナツがあんまり好きじゃなかったんですよ昔は最近食べれるようになりましたイイイイそして目の前にお菓子がいっぱいあるので食べます <laughs> ゆるちゃん最近私はよくふざけちゃうんですよくないですよねうんうん変顔をね多用します 姫に続いてリアも体調不良だったとはね参ったね参った映らないように気をつけます高ック小学生なのに一番名前ポロリしてないなでもこの間めっちゃ言っちゃった SJ さん <laughs> SJ さん <laughs> 個人情報個人情報出さないでって言われました 長野さんやっと新麺はじめましてできておじさん嬉しかった嬉しい初めましてかわさんピーマンとか食べれるのなんかあんま食べてないけど食べれます食べようとは思わないかあ MK さんこんばんはヤッホー来てくれてありがとう、うん、イェイアマゾン急遽ょになったからポジションとか大変だったじゃないの ちょっと大変でしたよそうですけど頑張りましたえっでも結構ね本当に大変でもめっちゃ間違えちゃった今日明日は気をつけます明日も4人なので拓哉なっちゃん小学生いちゃうやろ中学生だからここ間違わない間違わないようにテスト出るんでよろしく白段次郎ハートありがとう貧乏草さん 今東京を向かう電車の中で聞いてます。東京来るんですか。明日ってこれますかね。花丸。なんですけど。けどジルコ東京なんですけど。あますか。あ、ちょっと。どこにますか。成瀬さん、こんばんは。今日も来てくれてありがとうございました。高志ロック。わかる。ピーマン食べれるけど食べようと、た、食おうと思わない。ですよね。なんか出てきたら全然別に食べれるけど。 なんか、肌汚いからさ肌加工できないのかなこれもう今日一日の終わりすぎてちょっとこういうの嫌だ肌滑らかさみたいなどう滑らかになったちょっとこれ嫌だちょっともう分かんないからいいやあ<ー>ちょっとこれこれ絶対さ今 SJ さん見えたよね今これ SJ さん今これ SJ さん見えたよねみんなこうやってだってえこれ SJ さん、見えた <laughs> ?SJ さん、公開されたかもしれないです。待って、見えたって <laughs> 待って、ごめんなさい、ね、SJ さん。待って、本当にごめんなさい。結構謝罪だわ、これ。待って、見えちゃったな <laughs>。放送事故なんだけど、やばい、これ、もう一生見えないようにしないとね。 待ってゆかた夏みソロ歌えるようになってきたねありがとう優しいでもちょっと今日のとこ歌いづらかったとか言っちゃうたけや明日の全員配信も4人ね多分4人多分です萌子ちゃんそう見てこれこれ見て見えるかいこれは今日つけたんだよありがとうオレンジパン屋さんですか萌子ちゃんは今 パンをください私にも瀬名炭治郎ハートありがとう貧乏草さん「ひむせちゃんは時間が遅いから今回のあー今回は不参加なんですねいつ来れますか?」「高城君見えたわら待って S J さ <laughs> SJ さん SJ さんさらされてますねごめんなさい」<laughs>「What's Up ヤッホー」来てくれてありがとうくや、見えちゃった「<laughs> What's Up」 SJ さん、この前めちゃくちゃさらされたからもう見えたところでなところあるよ。え、さらされたんですかいつですか、この前って <laughs>。いつだ長野、友達はもう卒業させたよね、させたよね、卒業卒業しようぜ。えい。川さん、夏美めちゃくちゃ歌うまいね。それ、本当に思ってますか、川さん。なんか川さん,川さんが別にどうとか言わないけど。 本当に思ってるんですかねそれは一体夏美さんに対しては,はてまてはてはたまってなんだっけなんかありますよねそういうニオンえ待ってなんかバグバグ待って待ってあ大丈夫でした <laughs> マリカ今日も楽しかった今日も楽しかったちょっと急遽4人でしたけどね楽しくできたんでもではないでしょうかと思ってますよ あ二2度目の訪問ありがとう母さん嘘つけないのであじゃあ信じますその母さんの日本語信じますあ二24日来てね日菜の生誕祭です24日みんな来るんだよ昨日はそのレッスンをしてきましたちょこっとだけ。 長野好きで好きで苦しいよ。どうしようもないよ。止められないよ。好きさ好きさ君のこと好き。ちょっと待って手首見えてた。好きが好きが言えないよ。どうしてだろう。聞くといいちょっと私もゲストさんに会うのが楽しみなので、早く24日になってほしいなって思うんですけど、お願いします。ちょっとあったんですよ。実は実はちょっと。 ひなこちゃんとは実は実お会いしたここととがありますなこちゃんとみつほちゃんもあるわみつほちゃんは面白い子だなって面白い子って何なんか上から見せる優しい子ですみんな優しかったちょっときょうかちゃんは初めましてですね成瀬さん2月15日のあこの間のひなのちゃん誕生日配信の後のこちらの配信で放送事故がありました由美さんかな違う誰はるさん 事故しちゃったんだしょうがないですね、まあ、母さん手首になんか書いてあってじゃあみんなのお名前を書いてるんです長野さん本家だ好き好き本家ですで本家うん本家の二代目足ロックゲストの人見たかったから楽しみ招待で行く予定待ってますゲストゲストさんすごいですよねすごいゲストが来るんです 好きさ君の方 <laughs> う楽しいよ来ないよ待ってなんかさ本当に待って,待って,待ってこ,れこれは何な,のなんかやばいって言ってます sj さんが皆さん聞いてください sj さんがやばいって言ってます一体どうしたんでしょうかみんなもしかしていっぱい投げてくれてるかななんか読めないかも あちょっと待って危ないまた SJ さん晒さないように私は最新の注意を払ってますよあできたできた塚んさんこんばんは来てくれてありがとう高城ック待ってる何を何をとか言っちゃった待ってるちょっとわからないちょっとわからない楽しみ24日みんな来れるの そして誰か今の時間を教えていただきたい <laughs>。はいごめんなさい。8時までなんです。8時になったら教えてください SJ さん。うん OK よし。<laughs> あ高城く待って待ってって言ったからごめんなさいありがとう待ってくれて。待ってなんかコメント消えたよ。今あああおおおお前か。 7時45分シェイシェイでございます今誰かがねしてくれたコメントがね明らかに消えたのあなんかなんか出てきた「タクヤ、今日の昼ごはんカレー2杯食べたからきっついすっごいカレー2杯ってまあまあじゃないそんな私カレーあんま好きじゃない <laughs> カレーあんま好きじゃないんだよね実は みんな大好きなカレーのはずなんですけど。私はあんまりカレーは得意、得意で、うん、なんか。めっちゃ食べたいわけじゃなこれさどうなってんの。あ、オーナーさんだ、やっほーこんばんは、のし。のし。来てくれて、ありがとう。あ、この間。マトゥール東京で会えたね、オーナーさん。ありがとう、来てくれて。 川さん夏みカレーは甘口いや多分甘いやつと中辛を混ぜてんじゃないですか分からないです私はカレーを作ってる過程を見たことがない24日が最近マジ楽しみ最近のモチベ24楽しみみんな来れますか24日はひなのさんの生誕なんですけど。 これますか会えますかゲストがすごいんですよ知ってますよね さん可愛いってありがとう優しいかわさん早く24になってほしい私も楽しみ実は実話の話これしてもいいか分かんないダメかな私はみつほちゃんの YouTube を見てるオタクなので楽しみです 24は楽しみね高橋ロックも来るんだ待ってます最近ウィンク練習中マリカ行きますわよそうですよね来ると思いました稲野さんを盛大にお祝いしましょう公式の配信公式の毎日配信33日目もう1か月以上やってんじゃん私たち明日も全員配信なのであなんか消えた。 プリミアのかな。開けた充電がないわ。いいソファーだないいソファーでしょ事務所のソファーですもぐ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 配信なたかしく子供社長官と死ぬ無理ですアマゾン公外学習の野外炊飯でカレー作ったりしてああ私たちコロナだったから五年生の時のその野外学習なんてお泊まりみたいな行けなくてコロナで 6年生の時行けたと思ったけどそういうのはできなかった翔さん野田さんお誕生日おめでとうでしたおめでとうでした川さん全員の YouTube 見てるお宅です私も見てますちなみにあまた書いてあるのいちゃう <laughs> この間レッスンをしたんですよみつほちゃんたちとそう,そう その時みつほちゃんは YouTube を撮ってたらしいです <laughs> 起きられたらじゃないです来てください <laughs> 夏目さんこんばんは来てくれてありがとうオーナーさんできてないウインクがかわいいこれウインクできる人ってすごいなってゆみたんとかウインクうまいよね安井ゆう希さん安井も行くかな24日待ってます あみんなで仮作ったりできてないのそう悲しいの本当にね私もなんかそういうのをやりたかったアマゾンみつほちゃんって福留さんそう福留みつほさんですこの間ちらっとお会いしました可愛かったです可愛かったですお話もちょっとしましたでもちょっとちょっと緊張して喋れなかったから あの次会う時多分24日とかまでにはちょっとちゃんと話せるように頑張ります今の目標 <laughs> ちょっと本当にねちょっとちゃんなんかいろいろ聞いてくれるんですけどなんかグループのこととか私個人のことも聞いてくれたけどちょっとドキドキしても私人見知りだからさ。 みんなと最初話す時も緊張する普通にね来てくれる初めましての方とか誰でも緊張するから次話せる時には緊張したいように頑張りたいと思いますイエーイちょっとあわよくばみつほちゃんの YouTube に映り込みしちゃおうかなとか考えてみちゃったりしてる厄介なオタクここでーす 川さオタクで草それなただのオタクなんです私は勇気にゃんにゃんさんこんばんは来てくれてありがとうにゃんにゃんあにゃんにゃん余裕ないゆうちゃんさんチーム8推し合ったのなんかいや AKB さん全般好きでした私は。 エイトが一番好きだったかもエイトさんかいいなって思いますね「高城シ目を開く筋肉が重要だったと思うウィンク」「ワッツアップ人見知りだったかマジ私人見知りだよ分かってないバレないんだったらいいや高城初めての時緊張してるように見えなかった本当なんかあそれこそ「ワッツアップ」とか「高城シは知ってるから SNS を<ん>知ってるってか 他のメンバーに行ってんの見たことあるから面白そうな人だなーって思って知ってましたのであんまり緊張しなかった「<laughs> アマゾン3月には二度目ましてしようと思ってるよ」「待ってます3月楽しみにしとこう」「3月にはアマゾンと二度目ましてができる」「イエーイ」り「悪か人見知りなのかそうだよそうだよほう」 余裕ないゆうちゃんひなのんは押してなかったのかなひなのはなんは何か私 AKB さんに推し面っていう推し面がいないんですみんな可愛いから困っちゃうね今何時かなみんな教えて何時ですか ISG さん52分まだ大丈夫だまだいけるよあと8分ですねじゃ母さん緊張してたから忘れるね死ぬんだけどごめんなさい本当に本当にごめんなさい 川さんそれは本当に土下座案件だよねましてたくやも昔は AKB が好きだったでも今は君セレファンの一人のたくやありがとうたくや君セレファンシーシー川さんなうってありがとうたくしロック確かに名前も顔も知らない人と喋るって緊張するかうん。まあ、名前も顔も知ってるなんていうのまあ、有名人じゃんそれこそ三穂ちゃんとか京香ちゃんとかひなこちゃん 勝手に勝手にちゃん呼びしてるけど大丈夫かな叩かないでくださいどうかアマゾンじゃあひなのちゃんと同じグループになるってしたしてどう思ったの知った時ってか私は違うんだよ違うんだよってか君セレを知ったきっかけはななちゃんななちゃんもオタクっていうかななちゃんグループ知ってて。 あーい,いって思って見ててで夏休みにまあ正直言っていいか分かんないけど落ちると思って受けたんですよね「君レのオーディション、うんまあ、そんな合格するわけないだろうって思ってやったら受,け受かっちゃってちょっとびっくりみたいなでか可いい子いっぱいいて大丈夫かなびっくりみたいな感じですね安井勇気そうかまだなちゃんとはじめましてしたことないだねしたことないこの間来てたでしょアイドリップフェスさんさんとか言って。 誕生日だったんででおめでとうくやもありがとう時間たかしアラーム設定しといてもらえば大丈夫な気がする SJ さんアラーム設定しといてもらえますか、うん、はいうんって言ってくれましたありがとうございます川さんひなのの卒業の時なっちゃんあでも私ひなのちゃん知ってるよなんか友達と AKB あさってた時の見たことあるハマーさんこんばんは初見ありがとう 余裕ないゆうちゃん,さんよく奈々ちゃんとイチャイチャしてるもんねチューしてそうしたことないよ <laughs> ひなのちゃんはあるけどねされたことされたって言い方悪いひなのちゃんはすごいいっぱいし,してきます <laughs> でもその奈々ちゃんが好きだった好きだったっていうか君セレのそうしたきっかけは奈々さんです だから今同じグループにいるの結構びっくりなんかたまに夢かと思うこの日々がなんか夢ないつかいつか覚めてなんか普通の前の日常に戻っちゃうんじゃないかなってただ学校行って塾行ってバレー行っての日常に戻っちゃうんじゃないかなって思うけど意外とそんなことないだから良かったって思うよ高橋ロック知り合いと君日々知り合いを見てたらみんな日なのを見てびっくりしてた B さんだったからそういうことですかそりゃびっくりするわあんな可愛い子がねいるだなんてかみんな可愛いよね君セレさんわかる拓也3月は拓也の誕生日の月だそうだなっちゃんは拓也の誕生日は認知済みなんか,とかみんなの誕生日知ってるよ結構「たかしロックバッシーと一緒にいるの楽しい楽しい」 楽しいナナちゃん楽しいだから早く帰ってきてくれないかなナナちゃん今体調が悪いんだって早く元気になりますようにナナちゃんが楽しいナナちゃんといるよと特典会の時とか待ってる間とかがナらちゃんはだるがらみに付き合ってくれる私が私多分カマチョなんですカマチョなの 多分でもそれに付き合ってくれるみんなみんな付き合ってくれる最近は奈々ちゃんがよく付き合ってくれてます奈々ちゃんありがとうございます今いないけど感謝してるんですいつもこうやってこっそり感謝してます本人に言わないとね高橋そうそうそうでしょアルミカンこんばんはこんばんは来てくれてありがとう川さん夏美を手洗いうがいするなよします手洗いうがーい あとなんだっけわかんない手洗いうがいですしますアマゾンわかるわかる壮大な夢だったんじゃないかなって思うことあるよねでしょうわかるでしょうそれが今の現実なんかたまに嘘なんじゃないって思う高城だるがらみされることも多いようなどうなんだろう同じ感じなのかなななちゃんにされてんのかなあでもそうさ,される時もあるかもああ それこそパンにしたいって言ってくるとかね。八時ですか。じゃあランキング読む。川さん、夏美にな誰絡みしてます。いいよ、押して。これランキングどうやって読むんだよ。<laughs> あ、読める読めるランキング。<laughs> ランキング読みます。いきます。十三位。ナルセさん、ありがとう。十二位。寺月さん、ありがとう。十一。 アノさんありがとう10位シゲさんありがとう9位炎上さんありがとう8位川さんすごい8位だよカワさんありがとう7位マリカありがとう6位タカシロックありがとう5位タクヤありがとう4位ホリありがとう3位セナタンジロありがとう2位貧乏草さんありがとう1位アマゾンありがとう ななちゃんは触るのが好きなんですか人の肌をなるほどななさ,さん配信お疲れ様ありがとうかわさん SJ さん目覚ましもあの曲なのかなあ違うって負けってもう今何分ですか59分,59分切りますかわさん8アマゾン o n あらら1位になってしまった1位になってくれてありがとう明日もライブあります明日はみんなで配信します来てくださいバイバイ今日もありがとう